演舞開演。どうも、本日はポモズベーカリーのデニバターデニッシュを食べたいと思います。これも金とおねしを使って長期間に美味しさを保てるようにしながら保存料を使っていないという商品ですね。デニッシュだからちょっと崩れやすいのか、さっくりしてるのか、どうなんだろう。怖いのでこの辺りから、ではいただきます。うーん、少し苦いなこれ。デニッシュなので外側の生地にちょっと歯ごたえがあって、サクッとした食感を楽しんだ後に中からバターの香りがふわっと香ってきて、最後まであっさりベラボダできましたが、焼きすぎているのか、ちょっと焦げが苦い部分があったのが残念でしたね。デニッシュでこの苦味はちょっと違うかなと思ってしまいましたのが残念です。というわけでこちらのテイストさせていただきました。それで、蝶が舞う木に近づくやおもむろに、蝶が舞っていると近づきたくなりますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。